鹿内坂から見た広瀬川打工部、玉屋橋、及び仙台市都心部鹿内坂は、日本の宮城県仙台市青葉区玉屋家と大白区、高山にまたがる坂道で、京画、峰と広瀬川の間の急斜面にある。中世の街道を通し、江戸時代には南西側から仙台城下町に入る脇道であった。現在は向山や八木山の郊外住宅地と、 仙台市都心部を結ぶ道として利用され、青葉区内が、指導玉屋市も、米が袋線、大白区内が、指導高山一号線として管理されている。南の仙台市大白区高山一丁目から、北にまっすぐ降りて、玉屋下に至る坂である。東には、広瀬川、西には京、京が峰があって、休憩車、崖地となる。坂の長さは、約300メートルほどで、 片側1車線、計2車線ある。広瀬川は仙台付近で右岸の丘陵地に張り付くように流れるので多くの場所で右岸が高く左岸が低い。右岸の丘陵を開発してできた八木山及び高山地区は広瀬川に数十メートルの絶壁で臨み、左岸側との高低差が大きすぎて、都省、都線、架境とも困難である。ところが仙台の南西では、 広瀬川が極端に蛇行する箇所があって、そうしたところでは蛇行の内側の袋状の地区が低い地形になっており、差したる問題なく通行できる。砂岩から出た袋状の地区は二つあってそれぞれ花壇と米が袋と言い,い、その間にあって右岸から突き出たのを玉屋かという。玉屋下は砂岩より低く、玉屋橋と表情河原の橋で仙台市都心部に通じている。 玉かと向かい山、八木山との通行のためには、袋の口に当たる場所に横たわる京が、峰が交通障害になる。昔は単純に山越えしたという伝えもあるが、中世のいつ頃からか、東側の崖につけられた細い坂道をたどるのが常となっている。それが鹿落ち坂である。八木山、向かい山方面から鹿が降りてくる坂ということで、鹿落ち坂と名付けられた。 死は鹿か猪ののことであるため、原義としては猪のもあり得る。江戸時代の父、仙台かの子には、本来は鹿下り坂というのを今世俗は師落ち坂というとある。しかし、郷土市屋の三原良吉は仙台弁で降りるを、落ちると発音することがあり、鹿落ち坂もその例だろうとしている。江戸時代の父によれば、仙台が開ける前の主要道だった東街道は、 南から、大久保谷地を通り、鹿落ち坂を下って、玉やかから米が袋に渡ったと伝えられる。中世の街道が低湿地を避け、ふもと沿いや山間を回っていくのはよくあることである。江戸時代の欧州街道は、長町塾から長町橋を渡り、北西に折れて、仙台に入った。カルー部の平地を通る歩きやすい道である。鹿落ち坂を経由する道は、脇道として利用された。 鹿落坂の所見は、上京2年の三輪取り締まりの触れ書きである。江戸時代初めには、旅行者は欧州街道から外れて別の道をたどってはならないという決まりがあったが、守られなかったようである。あたご山に登って、城下町を展望した旅行者は、その後鹿落坂を経由して仙台に入った。明治末には2カ所で岩が突き出して歩きにくい道であった。 1912年8月10日には足を踏み外して転落死する事故が起きた。戦中、戦後の燃料不足の時代、アタンの採掘が盛んだった頃は、この坂を馬にアタンを乗せて下る人が多かったという。ヤギ山や向い山が住宅地として開発されてからは、通勤用の自動車が往来する道になった。ありがとうございます。